ゾウです。そしてチビゾウです。今回はだな。なんとなく思いついたのでラテアートについて見ていこうと思う。これは、ものすごいクオリティなんだぜ。他にもこういうすごいやつはあるんだけどさ。すごいの見ても面白くないでしょ。いや、十二分に面白いんですけど。というわけで今回は、面白ラテアートを見ていくぞ。何これ半端ないって。というわけで前置きはこの程度に。それでは本編に行こう。まず最初はこちら。なぜ初手がチャリできたなんだよ。ちなみに元ネタはこちらである。そして現在はものすごいイケメンになってるのである。続きまして、暴れる君。リアクションに困るやつ来ちゃいましたね。そして大仏が有名な鎌倉に行くとこんなものが見られるんだとか。これは面白いし思い出になるし最高だな。さらにはのテイストだとこういうのもあるぞ。なんでこんなに渋い顔してんの。それじゃあここからはアニメのキャラクター編に行くぞ。お、待ってました。まず最初は懐かしの10本アニメ。なんでアニメ一発目がこれなんだよ。いやだって小さい時ウッキウキで見てたじゃん。確かにピタゴラスイッチめっちゃ見てましたけども。他にもアニメキャラだとゴルゴ13よりデューク統合とか。なんか飲み味も濃ゆそうだなこれ。生産カリ。いや、なんでここをラテアートにしたんだよ。マスオさん、アナゴさんから電話ですよ。はい、フグタ君。とかもあるし、さっきから紹介までの前置き長くない？最後まで希望を捨てちゃいかん。諦めたらそこで試合終了だよ。安泰先生、ガチのマジで余談だが、スラムダンクで一番の名言はこれだと思います。ガチのマジでラテアートと全く関係ない話だった。それでは気を取り直して、ここにも現れてしまったポプコ。こいつマジ世界のどこにいても誰かを煽ってるよな。そんなポプコだが、自分自身が飲み干されるとこうなるのであった。見るも無残な姿じゃねえかよ。からのフルカラーマミさん。順番がきつすぎんだろ。からのヌーピーさん。やっと一息つける時が来ました。見せかけたなんか違うやつ。まだバトルベールは終了してないんかい。もっと言うと、帽子とゴーグルをつけた、なんか違うやつとか。ものすごいシュールだな。さらにはサングラスも帽子もつけていない、なんか違うやつもいるぞ。目や口と鼻の位置のバランスよ。そしてこやつはヌーピーさんだけにとどまらず、おいおいマジかよ。チャーリーブラウンにも伝播するし、なんかだんだん可愛く見えてきました。ポップコーンでおなじみのキティちゃんのようでどこか違うやつとか。いや、パーツの位置偏りすぎでしょ。同じくサンリオよりマイメロちゃんと見せかけてやっぱり違うやつとか。だからパーツの位置のバランスよ。そして猫型ロボットみたいなやつもいるぞ。こいつは明らかに目の位置おかしいだろ。これを、コースやただの白目もんだしな。なんか良くないことやってるみたいな感じやめて。まあ他にももうちょいあって、帽子をかぶったピカチュウに似ているモンスターとか。全部同じ顔なのが逆にすごいわ。ポムポムプリンより人相が悪くなっちゃったやつとか。あ、でも本家ポムカスは人相良くてもやってることやばいからな。突如始まるポムポムプリンディス。そして顔なしの顔ありバージョンとかもあるぞ。それもはや顔なしじゃなくね。さてさて、ここまでいろいろ可愛らしいのを見てきたが、中身はブラックコーヒーのように甘くないやつもあるんだぞ。これお客さんに出しちゃダメなやつ。厳しい社会は他にも、帰れとか、どこぞのお父様が言ってそうなセリフ。エヴァに乗れ、乗らないなら帰れ。これ現状じゃなくてザコシじゃねえかよ。あとは5000万円の借用書とか。カフェに来ても休むことすらできない企業戦士たちである。優秀ください。というサラリーマンの声ラテアートもあるよ。短すぎて一気に現実見ますからやめてください。さて、ここいらで普通のラテアートには飽きてきただろう。別に飽きてないけど。なので少しばかり 3D ラテアートをご紹介。え、普通にすごくねこれ。この顔なしの他にも、もこもこ泡の地バニャンとか、ぬいぐるみみたいで可愛いんだぜ。隣のカップから這い出てきた呪いのカフェラテとか。3D だからできる技だなこや。からの方で、マイフレンド。いや確かに宇宙人だけど。ちなみにこのラテアートと共に登場したこやつは、法政大学でかつて行われた学祭のポスターである。再びラテアートとガチでマジで関係ない話でした。そして 3D 最後はこちらのカービィ。と寄せかけて結局違う何かが。今度は次元超えてきちゃったよ。そんなこんなで 3D 最後がこれでした。そのうち4次元とかにも干渉してくんじゃねこいつ。というわけで以上、面白ラテアートでした。いやこれすごいけどラテアートと違う。余談だが、こういうラテアートってすごすぎるあまり飲まずに買える人もいるらしい。確かにこの芸術品を崩したくない気持ちはわかるかも。そこで開発されたのがこちらの城之内くんのラテアートである。いやかなりクオリティ高いし飲みづらくね。ところが
賢いこの城之内くんは、飲み進めることで完成するのである。これ思いついた人天才すぎんだろ。ということでこの動画はここでおしまい。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。